はい、どうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。本日はスペシャル実況会最終回です。マルチミサイル会です。お待たせしました。頑張っていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。よろしくお願いします。マルチミサイル会一つ目の武器はバリアブルローラーです。よろしくお願いします。はい、バリアブルローラーです。バリアブルなんですよ。縦振りがまあ、ダイナモみたいな振りになりますが、結構長射程までしっかり塗れる。で、横振りがローラーみたいな振りになりますね。なんで、まあ、手前の敵を倒すときはしっかり横振りで倒し、ある程度ゾーンを取るときは縦振りで一気に塗るという、まあ、そういう使い方ができるバリアブルな武器ですね。はい。さあ、そしてマルチミサイルはこんな感じですね。相手を最大、5個までですよね。入れるね。ナイス!マルチミサイル倒した。まあ、相手をしっかりロックオンして相手にミサイルを撃つと。で、1人の場合は、1人につき5個までですね。で、違う、1人の場合は10個ミサイル。で、2人以上の場合は5個です。なんでそんな簡単な説明ができてないんだ。2からやってんだろ。いやー、逃げろー。2からあるやろ、このマルチミサイル。はい、でサブがトラップですね。トラップはね、相手が踏みそうなところに置いておきましょう。はい、です。以上です。さあ、バリアブルローラー界ね、マルチミサイル界頑張りましょうね。はい、よいしょ。まあ、手軽に強いっすからね、マルミサって。ナイス手軽に強いっすからね。にゃーにゃー、チッ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 、ナイスー。なもう一個いる、後ろいる、後ろ、上、上か、上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 、なー。はい、マルミサはね、まああれですよ、適当に打ってても強いんですけど、適当に打つのは良くないんですよ。使い手意外と上手い下手出るんですよね。そう、溜まったから打ちますよが非常にね弱い武器なので、そこをねしっかりね見定めながらねやらないとダメですね。味方がすごく強いんですけど、一回引いて、こういうタイミングで一回相手がちょっと出てくるタイミングとかで押し込んで味方が入る時間を作るとか、何かこう役割を持って打つとね強いですよ。あ、やば、これは死んだ。あーぶね。そうなんですよ、あらしー。そうそうそう、特にねバリアブルはね割とトラップとのね相性すごくいいんですよ。トラップとバリアブルとマルチミサイル、かなり制圧力があるっていうか、そのライン以上に相手を入れないみたいなのができて、意外と引くときも相手にセンサーついたりとかする、非常に強いんですね。なんで、こういう単発ミサイルとかは正直あんまり強くないんで、複数人にしっかりロックオンさせるっていうのが大事で、ここでみんなでこうやって、ま、あれになるじゃないですか。これは多分倒せるからこっち。ナイスー。で、これで、わー、最後に死んじゃった。相手の攻め手を止めつつ、味方にセンサーで敵の位置を見せつつ、倒してもらいつつ連携を取りつつっていう、相手を押し込むみたいなね、それが強いんですよね。マルチミサイルって本当に気軽なんでバコバコ撃ちやすいんですけど、意外と奥が深いんで、ちょっとそういう話をしたいがためにあえてスペシャル実況の一番最後まで取っておいたみたいな、そういうところがある。はい、ということで今日もやっていきましょう。はい、続いての武器使っていきましょう。ソイチューバーです。よろしくお願いいたします。ソイチューバーは弱いなんて2の頃に散々言ってた武器、言われてた武器ですけど、皆さん知識のアップデートされてますか。強くなって帰ってきましたよね。ねえ、ソイチューバーはチャージキープ時間が非常に長い武器となっておりますので、しっかりチャージをしてどんなタイミングでも相手をきっちりやりに行くっていう、そういうエイム力があれば非常に強い、非常に強い。そしてなるほど、サブが非常に強い、スペシャルはもう最強格、つまり非常に強い。よいしょ。さあ、とりあえずカニタンと連携取れるかなと思ったんですけど、そうでもないかな。トーピードとねマルチミサイルの相性も非常にいいですからね。来ねえな。しかもねフルチャージじゃなくても倒せるっていうのがね、ナイス。相当強いんで、そいつバーの強さたるゆえんなので、どこで死んだ、
来ないね。こういうのね、塗ってあげるとね、そういうチューバーがね、綺麗に前に。あん。ここで。ここ。あー、惜しい、無理か。ナイスー。縁に乗って倒す男。さあ、ちょっとただ味方攻められちゃってるんで、まだ味方で一回ちょっと引かせて、巻いてるか。ナイスナイス、綺麗ですね、いいですよ。ちょっと怖い怖い怖い、逆に分かんない、ナイス。なかなかよし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 、なんか初心者部屋っぽくないか、そんなことないか、気のせいか。俺がこんなにソイチューバー当てられてる時点でそんな感じしません。たまたまですか、たまたまそういう動きが連続してるだけですよね。まあそういうことはありますよね。まあひもひですしね、はい、まあいいでしょう。ソイチューバーはね、本当にこう強くなりましたからね。ちょっとこれで一回ナイスー。ちょっと余計な、あ、すごい連携も取れた。余計な、ごめんなさい。あーあああ帰った。ちょっと帰ってった。洗濯機さんが帰った。俺来る、俺来る、ナイスー。すげえやん。なるほどね、はめたかった、ね、これは無理。あーイングネ、あーやりすぎだ、やりすぎた。ありがとう。ありがとうね、ありがとう、助けてくれた。こうって投げておいて、こうです、そう、今のまあ射程が足りてればって感じですよね。なんかおるやん、待って、それ無理、それは無理。自信空いた、詰められてたと思ったらこれはまずいかもしれない。これはいい戦績やらが、いけるいける、でも大丈夫。ここをしっかり落ち着いて倒していくのがソイチューバーの、ソイチューバーの仕事なんですよ。最後閉まらんな。めちゃくちゃ閉まらないんですけど。いや相当キル取れたけどさみたいな。いや危ね危ね危ね、最後やれなかったから負けました、だったら悲しすぎた。危ね。いやーソイチューバー強くなったね、非常に強くなりましたねソイチューバーね、うん、はい、ということでスペシャル実況プレイの鳥を飾る武器はラクト。よろしくお願いいたします。まあラクトはね、まあこの後これから非常に厳しいシーズンをおそらく迎えていくと思うんでね、まあなかなかこの後ね、上手くなっていくには非常に難しい武器だと思うんですよ、アプデでね。なのでまあなかなかね、こう立ち回りとかをね、しっかりそのメイン武器が使えるような立ち回りをねしていくように心がけて使っていくといいんじゃないかなって思うわけなんですけど、でもまあ自陣塗りはね、やっぱりなんだかんだこの武器がナンバーワンですから今のところね。まあどういうアプデがなされるかちょっと注目ですけどね。はい、まあラクトは要はまあ基本その縄張りですよ、縄張り限定ですよ。これやらないでくださいね、ガチまで。これを本当にね、塗り強えって言ってるあだけの動画多すぎるんで、マジで。縄張りは強いんですけど、縄張り以外でこれをやると味方に負担ゲロゲロなんで、本当にね、縄張りだけはやっていただいて構わないんですけど、逆に縄張りをやってほしいんですけど、まあしっかりこういう隅々までしっかり綺麗に塗るってことは一つ縄張りの勝つポイントではあるのでね。でなぜそれがプラスアルファで相性いいかっていうと、マルチミサイルって撃った瞬間にスペシャルゲージまた溜め始められるんですよ。これが強すぎるんですよね。でこれをねアップデでぜひね着弾終わるまでねスペシャル溜まらないにしてもいいんじゃねえかなって思うんですよ。うん、これ結構みんな言ってる話なんですけどね。そうそうそう、だからね本当ね、丸美さんもね、ラクトもね、多分12月のアプデで相当やられると思うんで。いや後ろから来たよ、マジそれは無理よ。あーマジか、結構奥まで入ってる。うーどうしたどうしたどうした急にどうした急にびっくりした、何を諦めてしまったんだよ。一回待ちます。で奥の方が塗りたい。はい、復帰直後とかに塗ると割とは敵が奥にいることが多いんで、
濡れることが多いですね。はい、のかね。ナイスー。なんかそこにいるよね。ナイスー。あ、ごめん。いや、外しすぎだよ、それ外しすぎだよ。ナイスー。相手から近づいてくる分にはね。あ、ナイス。非常に真剣にやっておりますラストですので、ええ、まあこういうちょパラパラみたいな塗りもしっかりやりつつね、はい、こうラストとかでちょっと塗り取りつつね。ナイスー。ちょっと投げといてね。ナイスー。わーおー。あ、相手回線落ちちゃいましたね。完璧ですね。ええ、まあ縄張りはぜひともねきっちり自陣を塗っていただいて、まあ、丸みさ打っていただいてね、ラスト1分半とかで1分ぐらいで塗り切れると思うんで、そしたらしっかり前線でね立ち回れるようにやっていきましょうっていう感じの武器ですね。はい、ということで以上モッティでした。おつおつ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いします。任天堂の四半期決算書が出まして、なんとスプラトゥーン3売上1ヶ月790万本世界でですけどね、すげえ売れましたね。ちなみに3ヶ月でマリオカート8デラックス307万本、ずっと売れてんなこれ。あったかくして寝ろよ。